なる。またもや、嵐の大切な記念日に、アメリカで嵐祭りが開催決定。ユータキチャンネル。こんだけ、どうも、嵐語りことユータキです。いいよ。ということで、はい、また、やって、決まってしまいましたよ。アメリカで、嵐の音楽のみを使った盛大な嵐祭りが、なんと、今度は23周年の CD デビュー記念日に行われる。もう日頃から僕のチャンネルの動画を見てくれている嵐ファンのあなたならお気づきですよね。そうです。あの、アメリカのラジオ番組、プラチナムバイブスラディオ、通称 WPVR が前回の結成日9月15日に開催してくれた嵐祭りに続いて、今回も世界の嵐ファン、リスナーたちと一緒に大切な記念日をお祝いしようと、新たにプログラムを用意してくれました。あ、なんてことだ。やあ、こんにちは。嵐ちゃんと嵐区のみんな、バーディータイムのサイライダー、嵐の CD デビュー記念日を WPVR と一緒にお祝いしないか。時間は11月3日21時から、再放送は11月4日朝の8時から、それぞれ1時間のスペシャル番組を放送するよ。と、またもや、それを見るだけで嵐への愛を感じる、テンションも爆上がりする。さすがの盛り上げ方で大きな楽しみを用意してくれる WPVR、 やっぱり最高すぎるぜ。 Thank you。 もうね、この嵐祭りの何がいいかって、みんなが同時刻にそのラジオを聞いて、同じ瞬間に同じ嵐の曲が世界中に流れているのを感じる。そしてそのセトリも知らない中で、どんな曲がこの記念日に用意されているのかをドキドキしながら楽しめる。そして流れた瞬間の、あ、え、あ、この曲、あ、やばい、うん、といつの間にかノリノリで曲を聴いてしまう、そのパーティー。そう、まさに音楽だけのライブを見ているような気分になれるんですよ。しかも日本のある一定の場所だけでなく、日本を越えてアメリカからインターネットがつながれば、誰でもその曲たちを聴くことができる。さらに、ただ嵐の楽曲を流すだけじゃなくて、開始からこのプログラムのためだけに普段はいない DJ まで用意して、メンバー一人一人の名前を呼びながら記念日をお祝いしてくれる。そんな1時間という大切な時間を嵐とファンだけのためにプログラム、曲を作り上げてくれるラジオ番組の嵐祭りが、この WPVR が作り上げる祭りなんですよ。最高すぎるだろ。やべつ。まあ、こうやって語っても、その時を一緒に感じないと盛大にドキドキしながら楽しむことはできませんが、前回の嵐祭りに関してはこちらの動画で詳しく語っているので、ぜひとも見てください。ちなみにその時のセットリストはこちら。1曲目、嵐から始まり、バーティースターターズ、ハピネス、ウェルカムトゥアワーパーティー、ウィッシュ、トゥルース、ワンラブ、リボン、ウェネバーユーコール、ラブソースウィート、リボン、パラドックス、インザサマー、ターニングアップ、リハブ、リミックス、ラスト、13曲目、嵐、リボーン。この全部で13曲もの曲たちを、どれも贅沢でフルで聴かせてくれながら、途中にはラジオ番組なので CM は少しだけ入りますが、冒頭の男性の DJ だけでなく、女性の声でもその大切な記念日をお祝いしてくれるという、本当にめちゃくちゃ濃い嵐祭りが行われます。その時の感動、ドキドキをまた結成日とは別に CD デビュー記念日という大切な日にも味わわせてくれるなんて。しかもその時とはまた違ったセトリでしょうし、それからまたいくつも WPVR 内では今までに流していない曲たちを、嵐ファンのリクエストに合わせて番組自体がこれはいいなと感じた嵐の曲の中からセレクトしながら届け続けているという。なので今回の CD デビュー記念日にもまたあっと驚く選曲をしてくれると大いに期待できます。いやー、本当に WPVR 様々ですな。あとぜひとも Twitter でもこの WPVR の告知ツイートというものを見てほしいんですが、しっかりと許可も取っているに違いない。サムネにはメンバーたちのオフィシャルの画像を年齢順に並べて、名前も大野、翔、相葉、二野、純と載せてくれているという。いや、神か。
なんか前回からさらに嵐愛が増しているような感じで、前回の嵐祭りの時の告知ではわざわざ嵐を感じる告知動画を音と映像付きで作ってくれたり、何度も何度も嵐ファンに対してどの曲が聴きたいとアンケートを取ったり、ヒントのように写真も載せて、これから連想させるあの曲を今日は流すよと楽しませてくれたりと、さすがアメリカエンターテイメント、もう誰よりも嵐にハマっているんじゃないかと思えるぐらいのリサーチ力とプレゼント量で、このやりとりを見ているだけでも微笑ましくなってくるんですよね。かー、これを嵐の5人本人たちもきっと、いやすでに必ず見てくれているんだろうなと感じるだけでもまた幸せ。はい、といった感じで今回は今でも精力的に嵐の魅力を伝えようと SNS で僕と同じように嵐を発信する嵐ファンのみんなが声を上げて、それに注目してくれたアメリカのラジオ番組 WBBR がまた新たな嵐祭りを届けてくれるという最高のエンターテインメントのお話でした。改めて今回新たに CD デビュー記念日に行われる嵐祭りの時間は11月3日21時からと、再放送は11月4日朝の8時からとなっていますので、時間の数分前から概要欄にも記載している WPBR のリンクに飛んで、今か今かとその時を楽しみに待ちましょう。これを見ている皆さんと一緒にその時間を楽しめる日を楽しみにしています。それぞれ1時間のスペシャル番組となっているので、どんな曲が流れるのか英語がわからなくても、どんなテンションの上げ方で DJ が盛り上げてくれるのかにも期待しながら、世界中で嵐が音を奏でる情景を楽しみましょう。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。嵐が活動休止中でも登録者1万人を目指しています。嵐語りもチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイデキ。また嵐祭りの後にテンション爆上げであの瀬取りを語れる日を楽しみ。